こんにちは、大宮です。今日はウブロビッグバンスチールセラミックを紹介していこうと思います。2005年に華々しいデビューを飾った初代ビッグバンで、現在でも高い人気を誇るモデルです。ラグジュアリースポーツといわれる高級スポーツウォッチに興味がある方にとてもおすすめの腕時計となっていますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて、何かコメントを残していただけると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、ブラックを基調とした大きめのボックスとなっています。ウブロのロゴがシルバーで箱押しされており、時計を取り出す前の気分を高めてくれますね。中箱はウブロの象徴的なベゼルをモチーフとした小窓がついており、蓋が閉まったままでも時計を眺めることができます。この小窓は船の窓に見られるビス止めされた最高度換気の役割を持つ丸窓からインスパイアされています。ブランド名の由来である幻想をモチーフにしたボックスは、ウブロをご購入いただいた方だけが楽しめる醍醐味ですね。下の段には取扱説明書が入っており、ギャランティーカードは付属しておらず、ウェブ登録となっております。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはウブロビッグバンスチールセラミックです。ウブロらしい華やかな定番モデル、クロノグラフ機能を搭載した機能性の高いモデルで、ブラックセラミックのベゼルとカーボンプリントのダイヤルもおしゃれですよね。ウブロはスイス・ジュネーブの北に位置するニオンに本社を置き、1980年に創業。創業40年を超えたウブロですが、それでもスイス時計産業の歴史からすれば比較的新しい時計メゾンであるにもかかわらず、すでに高級時計メゾンの一角として確かな地位を築いています。ウブロはアート・オブ・フュージョンをコンセプトに掲げ、高級時計の新境地を開くことに挑んでおり、創業当時、高級時計イコール貴金属とカーベルトの組み合わせが常識だった時代に、ラバーストラップを初めて高級時計に採用したブランドです。現在も異素材を巧みに使いこなし、新たな素材の開発や製造においても業界をリードする存在となっています。2005年に誕生したビッグバン、幻想をモチーフに左右にタグをつけたケースやビス止めベゼルなど、これまでのデザインを継承しつつ、多層構造のケースやチタニウムやセラミック、ラバーなど異素材を融合し、かつてない斬新なスタイルを生み出しました。アート・オブ・フュージョンを体現化しているのが、このビッグバンコレクションです。ビッグバンスチールセラミックは、2005年に誕生したビッグバンのファーストモデルで、現在も高い人気を誇っています。このビッグバンには多彩なバリエーションがあり、機能や品質は進化を遂げていますが、このモデルは基本的には変わっていません。発表当時からオリジナルの完成度が高く、まさしくウブロの大定番にふさわしいモデルとなっております。現在のビッグバンの中でもオリジナルシリーズにくくられています。それではまずはケースについて見ていきましょう。時計のサイズは 44mm となっております。ビッグバンのオリジナルシリーズは他に 41mm と 38mm がラインナップされており、38mm は女性用モデルとなっています。ケース素材はステンレススチールを採用しています。直線的なラインを描くケースはサテンとポリッシュのコントラストが際立ちますね。複数の素材をサンドイッチする多層構造ケースとなっており、時計に立体感を与えるこの手法はその後の時計業界のトレンドにもなっています。ブラックセラミックを使用したベゼルは傷がつきにくく、ウブロの頭文字でもある H をモチーフにした6本のチタニウム製ビスで留められています。ビスの先端は丁寧にポリッシュされており、細部まで抜かりないですね。ベゼルの側面にはローレット加工が施され、ここにも立体感を出す工夫がなされています。ケースをサイドから見ると多層構造を見ることができ、立体感がよくわかります。ベゼルとケースの間にグラスファイバー製のオレンユリングを挟み込んでおり、これはデザイン要素として設けられたものですが、同時にリューズとケースサイドの保護も兼ねています。ケースの側面にはこちらもグラスファイバー製のパーツが用いられ、まるでラバーベルトとつながっているかのように見えますね。リューズとプッシュボタンの先端にはラバーが施されていて、滑りづらく操作性とデザインを両立しています。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。洗練されたブラックのカーボンパターンを施した文字盤はマットな質感で反射が抑えられています。針は丁寧にポリッシュされており、その輝きがとても美しく、しっかりと太く暗い場所での視認性の良い夜光塗料も塗られています。サテン仕上げのインデックスはどの角度からでも効率よく光を捉えて離しません。
バーインデックスと数字には溝が掘られており、よく見てみるとその部分にはポリッシュ仕上げが施されています。こういった部分にもこだわりが見て取れ、文字盤にも立体感を生み出しているのがわかりますね。センターのクロノグラフ針は赤く塗られ、スポーティーな雰囲気を演出しています。根元にはウブロの H ロゴが配置されており、インダイヤルは3時位置にクロノグラフ用の30分積算計、6時位置に12時間積算計、9時位置が時計の秒針となっております。文字盤外周とクロノグラフ用インダイヤルの目盛りにはレッドが使用され、センターの針と統一感を出しています。4時と5時の間にカレンダー表示がされています。次は時計の裏側を見てみましょう。時計の裏側もケースと同じくステンレススチール製となっております。ベゼルと同じく6本の大きなビスでしっかりと留められており、サファイアクリスタルのシースルーバッグからは繊細なムーブメントの動きを眺めることができます。ムーブメントは自動巻きクロノグラフの HUP4100 を採用しており、252個のパーツからなる非常に信頼性の高いムーブメントとなっております。自動巻きの要となるローターにはブラック PVD 加工を施したタングステンが使用され、効率の良い巻き上げを実現しています。またパワーリザーブは約42時間となっております。続いてベルトですが、ストラップはブラックストラクチャードラバーを採用しています。ストラップの表面にも立体感を出しています。ラバーは柔らかく、そして腕に沿うようにカーブを描いているので、つけ心地は非常に軽やかです。大きめのステンレススチール製バックルを採用しており、ワンプッシュでの着脱が可能なところも使いやすいですね。バックルにはウブロのブランド名と H 型のビスを見ることができます。また穴止め方式なので簡単に長さ調整ができるのも嬉しいポイントです。大きめのケースですが、しなやかなラバーストラップと頑丈な作りのバックルで安定感は抜群で、しっかりと支えてくれます。またウブロは様々な素材や色のストラップを用意しており、付け替えが可能です。詳しくはぜひ店舗までお問い合わせください。また付け替え後のイメージを確認するため、ウブロのオフィシャルサイトから様々なストラップを組み合わせるシミュレーションもお楽しみいただけます。また防水性能は10気圧防水となっております。今回のウブロビッグバンスチールセラミックの感想ですが、こちらは実際に見てみるとロングセラーモデルである理由がわかる時計だと感じました。特にブラックセラミックのベゼルとスチールケースのコントラストが目を引きますし、ブラックセラミックベゼル、グラスファイバー、ステンレススチール、そしてラバーとブランドコンセプトであるアートオブフュージョンを体現した、その完成度が素晴らしいと思います。そのクオリティはウブロファンのみならず、ぜひ一度手に取って実物を見ていただきたい時計です。またクロノグラフ針の赤を差し色として効かせているカーボンプリントの文字盤がスポーティーな雰囲気になっています。無駄を排除しシンプルなデザインに仕上げたことで、44ミリサイズの大きなケースのインパクトがより一層際立つ男性らしさあふれるモデルだと思います。実際に20代から50代まで幅広い層のお客様から人気となっており、ウブロを初めて購入される方にもおすすめの商品だと思います。お取り扱い店舗は大宮、和歌山本店、仙台店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。保証期間は2年間となっております。また期間内にウブロティスタにご登録いただくと1年間保証期間が延長され、ご購入から3年間の保証期間となります。ということで今回はウブロビッグバンスチールセラミックについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。